川田勲探偵館探偵小説好きな A さんは神田へ出ると必ず神保町をうろうろ歩く時々古本屋の棚の上に時には素晴らしい鎮本ンンがあくびをしているからである今日も今日とてある絶版になっているのを拾い出した。 彼は大塚行きの電車を捉えると椅子取り競争の要領で空席へ突進して急いで書物を開くのであった電車の中で物を読んでいると不思議に電車の速力が増すしかし彼は十分落ち着いていられるのであるというのは彼の下車すべきは終点なのであるから彼は文字通りに小説をむさぼり読んだ 危機快々なる犯罪が行われ名探偵が現れて苦心三端の捜索を行うが事件は紋切り型の迷宮に入るのであったここで彼が一息つくとちょうど電車もコトンと止まった横目で総外を覗いてみるともう大塚辻町へ来ておったここまで来ると車掌が切符を集めに来るのが普通である 彼は慣れてていいるのでよく知っていた。彼は回数券を引き出して一枚の切符を切り取ったそれを指の間に挟んでいた車掌が持っていくのに任せるつもりであるその間とてももちろん書物から目を離しはしなかった小説の事件は今大変なことになっていてのんきに目を離してはいられないのであった果たして車掌が言い出した 切符をいただいておきます。彼の鼓膜はその声を受け取った。それを繰り返すたびごとに徐々に近づく声であった。ええー、皆さん切符をいただきます。すぐ間近くでそう言った。とうとうに彼が挟んでいた切符はすうっと指の股を滑って抜き取られた。軽い安心したような気持ちになった。 きをいただきます。今度の声はよほど鋭かったしかも彼の直前に来ていることが分かった彼はひょいっと頭を上げてみたするとこれはまた何ということであろう車掌は彼の前へ黒手袋をはめた手を突き出していた今渡したじゃないか彼はふんがいのあまり とっさの声は小さかったいいえまだあなたからはいただきません車掌はこう言って彼の前へ頑張ったい今この指の間へ挟んでいたのを君は抜きったじゃないか彼はさらに一層の憤慨で上手に口が利けなかった目だけは恨みを含んでじっとにらんでいた 私がですか。冗談言っちゃ困ります。もらったものをもらわないなんていいやしませんよ。車掌は嫌に落ち着いていた。なんだしっな。俺だって渡さんものを渡したといいやしないぞ。誰に渡したんです誰か知らんが。この辺に車掌は一人しかいないようだから君だろうじゃないか。 ちょうど電車が終点で止まったので彼はこの皮肉を残しただけで下車しようと立ち上がった車掌も誰か知らんがじゃ困ります」と言い出口の方へ退却した同車していた他の客は彼の顔や風鎖から事の真偽を判断しようとするようにじろじろと見ながら出口へ放映した これらの人々の疑いを免れるため、彼は強がりを言わないわけにはいかなかった。二重取りをしようと思ってやがる。ひどいやつだ。彼はこう言いながら、下車する人の流れに割り込んで出口の方へ歩き出した。あなたは待ってください。切符はまだもらっていませんよ。彼が一段降りようとすると、車掌は袖を掴んで引き止めた。 彼はその意地になってきたらしい必要に驚いた帰りが遅くなることも不快に思った「渡したよ!」彼はやけになって腕を振り離した乗り逃げするか。車掌は最後の語を発した「バカ!」だけどこの時前方の出入り口にいた車掌がやってきた。 そしておとなしく彼に事の次第を聞くのであった怒ったってしかたがありません一体どういうことなんですかこう言われると彼も落ち着くことができたキコの勢いこうなってしまったが依然喧嘩はしたくなかった彼は助け舟を得たような気持ちになり彼の信ずるところを話したそして 紳士として忘れてはならないように付け加えた何も金が惜しくて言ってるんじゃないんだただこの人がすぐに客を罪人扱いにしようとするから尺に触るんだその切符はハサミを入れてありましたか後に来た車掌は素直に聞いたハサミは入れてなかったさするとあなたは確かにこの車掌が をを取るところを見られたんですか僕は夢中で本を読んでいたから顔は見なかったさそれじゃあ他の者が車掌であるふうをして抜き取ったのかもしれませんね何しろ切符はまだ使えるというのですからないやなるほどそこへは僕も気がつかなかったよえらい 僕は君の探偵眼に敬服した。彼は一人嬉しがって踊り上がった吹き沢の会。親戚の誰彼が集まって死んだ叔父のお通夜をしていた時でした昼を過ぎても酒を飲んでいる人々の話は衰えませんでしたが 私は隅の方でまぶたを見張るのと心を引き締めるのに骨を折っていましたと私の隣の中年の男がいて何かと私に話をしかけました私は誰切った返事をしているうち彼は叔父と同じく鉱山師で今までいろいろなことを一緒にやってきたことを知りましたそのうちに話はどう進んだのか いつの間にか山岳の会といったようなことへ移っていましたその男からこんな話を聞かされるのはなんだか気味悪いようにも覚えながら知らず知らず私の心が引きつけられていくようでした日本の神道13波をご覧なさいお本尊様には神代の神々を祀るというようになっていますが元をといえば 皆山岳そのものを神聖視し,し崇拝する人々が集まって登山したりおこもりしたりした甲虫が今日の各派を成したものなんです。それを見ても山岳や森林が人間に与える神秘的な霊感を想像することができましょう。山を相手の私どもでも優水な山岳から 大きなやつときいいなとをけなとと、をけけわにはいきませんと。こんなことから言いだしてこの男は小声ではあるが雄弁に話を進めていきましたそれは次のような話になったのですことに鉱山となると一層不可解なことが伴いますその例はたくさんありますが 吹沢の事件もその一つです。それは秋田県の山奥にある一つの谷で一升瓶ほどの胴体をした大蛇が谷の中にうぞうぞとトグロを巻いているという噂です一体に蛇は腹を冷やすため近郊や銀行に集まるのが普通ですがこの谷の近郊はまた特別で各所にある路頭から押してみても 世界中にいくらもないほど金鉱脈があるはずなのです前日麓の怪しげな宿屋へ泊まり探検の準備万端を整えました新刊を頼んで蛇祭りを行ったところなど鉱山師らしい迷信から逃れえなかったわけでした夜は夜でまた蛇様におみきをささげるんだと言って飲みましたが 朝は未明からもう登山にかかりました用意していった主なるものは谷を昇降するための太い丈夫な浅縄でしたここに一つ困ったことは誰かが「吹き沢へ降りるんだ」と口を滑らしたため案内者を得られなくなったことでしたで私たちは参謀本部の20万分の1の地図と 時計につけた磁石とによるほか何もありませんでした。しかし一同は元気でした。交代し合ってロープを担ぎ、歯のように強い風で二日酔いの顔をなぶられながら、鼻歌などを歌って登っていました。綱を担ぐ四人は汗をかくようでした。交代して休む二人が道案内の役を務めました。とある岩陰で、 冷酒をあおりながら老食をとった頃まではまずこんな調子でしたが次第に道が不明瞭になり地図の不正確と相まって徒労が多くなり疲れが出てとかく案内者と綱とが離れがちになりましたその度ごとに「おいおい」と呼び交わし答えの声を頼りに進んでいましたがだんだんそれも怠りがちになってゆきました 三時近くにもなっていましたろうか寒いすじがやぶにらみになり山ひらに黒いしわを挟み出していた頃なんです道は自然と太陽と別かれ大森林の中へ潜り込みました湿った空気に落ち葉の腐ったにおいが混じってむせ返るような木で歩いている時ふいと誰かが気がつきましたというのは 案内者の答えと思ってついてきた声は自分たちが呼びかけている声のこだまだということです今度は先行者の名を呼んで試しました帰ってくるのはその同じ名なのです幾度呼んでも同様であった時私たちは何とはなしに不安に襲われましたそのうち一度通った道へまた出たりして 私たちは完全に道に迷ってしまいましたそれからあとはただむちゃくちゃに歩いておったわけなんです私たちが森林の外へ出てきたのは日陰が沈んだばかりの時で目の前には大きくくぼんだ吹きざわが横たわっているのでした何のことはない大きな猛獣が口を開いて餌食を吸い込もうと待っている格好なのでした 早速屈強な大木を見つけ出し柵の端をそれへしっかり縛って他の端を谷底をめがけて投げ込みましたがいざ降りるとなると誰も一人では心細がるのでとうとう4人そろって降りることになりました最初の古田次の竹村この2人は私たちよりも若いものでいわば下働きをするという位置にいたものです。 3番目が私で最後がおじさんと猿の線引きずれ見たようなものが柵を滑り始めました崖は文字どおりの絶壁ですがところどころに岩かのが飛び出したり干木やいばらのようなものが着物に引っかかったりしました五六軒も降りたと思う頃一度下の方から滑るのを中止しました 柵の下端が岩の間へ挟まって下へは垂れていないというので古田はそれを外すのに骨を折っていましたちょっっとしかかにててみ。なんだか言ってるぞ。一人がこう言うと一同は耳を澄まし,ました迷子になった2人だろう。バカなやつらだな誰かがこう言い終わると同時に 私たちは明らかに人声を聞いたのでした。薄曇い薄曇い。早く帰れとね。どうも迷った。2人の言い分じゃないのです。こっちでは2人の名を呼んでみましたが、答えはなく同じ言葉を繰り返すのです。叫ぶというよりは哀願しているという声なのです。 しかもその音は人間直接の声ではなくて特殊のラッパでも通しているようですすでに世の暗黒は谷いっぱい沈殿して何もかも分かりませんが少しおかしいのは向こうの崖までは非常に遠いのに声はすぐ間近く起こっているので空間の声としか思われません私は懐中電灯を照らしましたがもちろんすぐ先の闇の中へ消え込むだけで 何者も光を遮りはしませんでした。山は恐ろしい」と私はつくづく思いました。やつら一体どこから呼んでいるんだろう。こう一りごとを言った人がありましたが、これも君が悪いので言ったことは間違いありません。柵の下端が岩から外れたとき、私たちは振り子のように大きく揺れました。 と思うと、柵全体が私たちを連れてエレベーターのように降り出しました。おやと言いえた人も言えない人も驚いたことは同じです。だがそれは急に止まりました。崖から突き出した干木の茂りに三人固まって支えられ、降るた一人が宙にぶら下がったのです。干木の根も枝も。 4人を支えるのにをえ腰の下でバチバチと枝の折れる音を聞き根が泥とともに岩から離れるのを感じるのです私たちは夢で恐ろしいものに追われているようなヒヤヒヤとさせられながら奈落へ落ちるのを待つよりほかはないのです上の柵を引くとズルズルと降りてきます ゆうべ誰か汚れたことをしやせんか新罰でない限りこの綱が切れるというはずはないおじさんが第一鉱山師らしい迷信を起こしました古田お前に覚えがあるだろう竹村は冗談らしく言いました懺悔して神様にお詫びしろおじさんは真剣です そんなこと知るもんかいだいぶ下の方うで古田の声です。いやいこの野郎、俺たちに引っ張らしておいて、自分だけ降りて逃げる気だな。竹村です。何言ってやがるんだ心当たりはてめえにあるだろう。古田の声は次第によります。 さては2人とも誓いを破ったな。おじさんの怒号はものすごいようでした。俺が知るか、そりゃ古田で。竹村は意外に反抗的な口をききました。なんだお前の方が先じゃないか？古田はまだこんなことを言っておりました。 と、私は腕に大きな重さを感じ絶望のあまり叫ばずにはおられませんでしたやろてめえも逃げるつもりだなこれは竹村に言ったのです彼も古田の後を追って陥木から離れて滑り出したのですよしこれで綱をたたききってしまえ おじさんが私に五神用の合い口を差し出したのを暗中にも感じました。ダメだ死なば物ともだ私は合い口を取りませんでした。受け取るために片手を離すことさえできませんでした。干木の根はまた浮きました。いやあんな奴と一緒に死なるもんか 月光をしきったおじさんの声の下から私はあっと叫んだことを覚えています古田竹村の奇妙な叫びも聞きました墜落したのですしかしそれはほとんど瞬間的な出来事ですぐに私は土の上へ立ち直りました汚れたやつさえ落としてしまえば神様は。 守ってくだされる。おじさんの声が上へ上っていくのを私は夢のように聞きました私のそばには竹村と古田も立っていました私のつかんでいる綱は上の方が56寸のところでぶっすり切断されていましたそれでも私は、 三人こうして谷底へ達して助かったのを幸福だと思いましたしかしその次の瞬間に「あっ」という叫びをまたも聞きました古田が私から離れて歩きだしたと同時に足を踏み外して落ちたのです懐中電灯をともしてみると第一と思った足元はわずか一坪にも足りない岩の出っ張りで「その下こそ」 恐るべき奈落の底が深く深くくぼんでいるのです吹沢たくふさわしい名称ですここまで来たらどうして帰ることができましょうそこへ行くとおじさんなどは一人の例外者とも言えるかもしれません中年の男はこれだけ話すと あっけに取られている私を残して、煙のように静かにツヤの席から消え去りました。長山という名が私の頭に残っただけで、どこの人ともわかりません。幾日か経った後でした。私はこの夜の話を叔母に語りました。つまり死んだ叔父の家内です。私が語り終わって長山という名を聞かせますと。 おばの顔は土のように青く変わりましたおじが死ぬる前には狂乱の体であったそうですまだ執念が残っているのか貴様は俺を取り殺しに来たのか堪忍してくれ俺が悪かった とこんなふうなことをやたらと夢の中で叫んでおったそうですその旅ごとに必ず長山という名を呼びかけたと叔母が言って震えるのでしたそれでは長山は死んでいなかったんだ私が言った夜回り 夜景のゴンゾーじいさんは震災後自警団が廃止になった時から郊外にあるこの町の2個アザを受け持っている毎晩毎晩柏木を叩き町から町へとうろつきもあるこの仕事も脇から見るほど退屈なものではなくまた決して無意味なことだとも思っていなかった彼は自分が毎晩こうして町を回っていればこそ 町の人々はその生命と財産が安全であり夜ごとの夢を安らかに結ぶことができると思っているまだそればかりではない長い不景気続きの結果として隣接町村はしばしば火災や豪雪島に見舞われ同士であるが彼の巡回する区域だけはまだそんな出来事は一度も起こらなかったそこにじいさんの誇りもあり責任観念も起こるわけである 彼は一晩も欠勤したことがない。土地の有資は彼に特別賞与金を送ることを忘れなかったこの世も平和な時が流れるであろうと想像しながら人通りの稀な屋敷町を歩いていたそれは初夏の若葉を渡る風が涼しい夜であった 星が下界の眠りをさますまいとしてしめやかにささやきあったり瞬きをかわしあったりする様を彼は満足そうに見て歩いたフクロウが遠くの森で鳴いた機械的に彼が拍子木をたたいたこの二つが世界中での音響のように響くのであった彼はとある横道から広い通りへ曲がった これが毎夜の日課を履行しているわけであった。と彼の目の前を物陰から飛び出した人影を見た彼の直角はそれをうさんなやつだと見て取った追いかけた捕らえてやろうというつもりであるが62歳の彼よりはより素早い動作を持って賊は逃げたおまけに運の悪いことには 彼はつまずいて転んだのである。しかし彼はそうした間にもくせ者の空房を大体見届けた間近にある路地へ入ったことも見極めてしまった彼は足を引き引き最寄り派出所へ訴えてた一人の巡査を案内して先の路地を入ったそこの門は果たして開かれたままになっていた。 2人は植え込みの間を通って玄関へ忍び寄った何か荒々しい罵り声が起こったと思うと続いてすぐに言うのを聞いたこの野郎巡査と賢三おじいさん2人は闇の中であったがお互いに顔を見合わせたその途端に「あれあなた!」 と、これは女の悲鳴である人の倒されたような物音も聞こえた2人は先を争うようにして玄関から飛び上がっていった争い合う声はそのまにも起こっておった何だそんなひどいことをあなた これは前のような女の哀がんする声である別の声らしいうなり声もその時に起こった勢い込んで2人が声のする方へ飛び込んでみると座敷は8畳で10日は赤赤と照らしていたその中で2人の男が格闘をしている1人は倒れてくみしかれ他の1人は馬乗りになって喉をしめにかかっている その中に女が混じって横合いからこれを仲裁しているそれよりも最も2人を意外に思わせたのはこの場の光景であるちゃぶ台を真ん中にして調子や皿鉢が並べられてありすでに酒盛も頂上を過ぎ去ったとしか思われないことである一体どうしたんです巡査が聞いた。 喧嘩の連中も初めて気がついた。あなたこそどうしたんです。誰に断って人のうちへ上がりこんできたんです。首を絞めるのをやめて、まずその男が立ち上がった。なんだなんだ。お前かイえイてみんなにしに来やった。組み敷かれた男が起き上がるなりとなった。酔った目は異様に光っていた。 やれやれ、おまわりなんかやっちまえ今度はくみしいていた方の男がこう言ってそのままズルズルと寝てしまったあなたちょっと寝ないでくださいよ女は寝ている男を起こそうとする夜が更けているのに門を閉めないのは不用心だし。 おまけに大きな声をたたられると近所が迷惑しますからね巡査はぬかりなくこう言った本当にすみませんでした女はそう言って酔って眼光を険しくしている他の男を横ににらんだいつ安民を妨害するような大声を出した水管は本性をたがえていなかったですけどあなた そう,うございますから女の方が巡査の相手を引き取ってくれたすぐ男しきますからあなたもお休みなすってくださいおうおうもう休んだ方がいいでしょうだいぶ酔っているようだから警官はこう言って現像を顧みたさっきからあっけに取られていた彼も物足らぬ気持ちでそこを出た 現像は目の玉が飛び出るほど巡査から叱られたのは言うまでもない彼はこの年になるまでこれほど恥ずかしめられたことはないと思ったくらいであった彼はペコペコとおじぎばかりしておったがしかし心の奥にはなんだか物足りないような気持ちが残っていたくせ者と思ったのは自分の見誤りであったのかしらん しかし彼にはどうしてもそう思われなかったのである彼は引き続いて第2回目の巡回を始めた巡査に文句を言われたことがいつまでも気になって腹の中が塩辛いような気がしてしようがなかった彼は今の路地の奥へむなしく立ってみたそこには静寂のほかにもう何者もなかった 3回目の巡回にも注意深くその辺の様子を伺ったその路地から長屋2軒を隔てて同じような路地がもう一つあってそこには誰かのお妾さんが囲われていることも知っていたが2つの路地は奥へ行くと家同士隣り合わせになっていて1つの木戸で往来ができるようになっていることを発見した4回目の巡回でこの辺へやって来た時ニワトリの声がとびとびに聞こえてきた 夜ももう人影を明瞭と見ることができるほど明るくなっていたと彼はおめかけさんのほうの路地から一人の青年紳士が出てくるのを見た向こうでも彼を恐れるように見ていた彼はその男が宵のうちに彼が追いかけたそれであることを知った二人はいくたびも互いに振り向いて別れた 彼は間もなく1台の車が横丁を曲がってかけてくるのを見たその乗客が酔っているらしく不格好に眠りながら揺れているのを見たしかもそれが何か約束事でもあるかのようにおめかけさんの家へと路地に入ったのを見た彼は溶けがたいようだしかも溶けやすいような妙な謎をかせられたような気持ちで家へ帰った交代後 昨夜の淳さんの言うところによると今朝例の路地翼にいるおめかけさんが盗難届けに来たというのであるおめかけさんの言うところにはどこか曖昧な点があるようだが現像がうさんなものを見たというので泥棒が入ったのは間違いないだろうと言ったこれで彼の面目は立ったのである。盗人が路地を間違ったか あるいは玄三がそれを間違えたかはわからないがところが玄三はこの時から決してうさんくさいものを追いかけないことにしたその後も同じところで同じくせ者を見受けたが追いもしなければ他言もしなかったおめかけさんの家へ入った泥棒についてはあの日旦那からもらってきたばかりの金の中から相当の金が消えてなくなっていたことそれが 女の枕元に置かれてあったことそしてそのことを発見したのは旦那であったことなどを聞いたのであったがその泥棒はついに上げられたということを聞かなかった。